岡田純一、肘方と三に完全表意。圧倒的な貫禄を感じさせる新写真公開歴史小説界の巨星、柴良太郎が肘方と三を主人公に、新選組の志士たちの知られざる人生と激動の時代、幕末を描いた国民的ベストセラー、萌えよ剣がついに完全映画化。東宝、アスミック、エース共同配給にて、映画、萌えよ剣が10月15日。 金曜日より全国公開となる名称原田正人監督のもと、主演には今や日本の映画界に欠かせない俳優、岡田淳一、その他、柴崎孝、鈴木良平、山田涼介、伊藤秀明と豪華俳優が集結。激動の幕末でわずか6年だけ存在した新選組。彼らはいかにして歴史に名を刻む伝説、 レジェンドとなったのか、時代の大きな変化の中、剣を手に命を燃やした男たちの知られざる愛と戦い、その全てが今、スクリーンで明かされる。この度、岡田准一演じる肘方と静の新場面写真が解禁された。解禁となった場面写真には、肘方と静本人の現存する肖像写真と同じように、断髪、様相で椅子に座る。 肘方と静尾役岡田純一の姿が映し出される、武士になるという熱い夢を胸に、竹州玉のバラガキから新選組副長の座まで登り詰めた肘方だったが、自流は一気に倒幕へと傾き、激しい戦地では多くの同志を失うことに。しかし、そんな敗色濃厚な戦いの中でも、最後まで武士道を貫いた肘方、刀を強く握りしめ、 真すぐ先を見つめるその表情からは、武士としての誇りと哀愁、そして圧倒的な貫禄を感じさせる。先日行われた本作の完成報告イベントにて、歴代で一番かっこいい役柄をやらせてもらったと喜びを語った岡田純一。肘方都三という人物像について、一言では説明しきれないと語る岡田は、広く知られているこの様相姿の肘方を演じるにあたり、 写真の雰囲気にどうやったら合わせていけるか、この顔にはどうやったらなっていけるのかというのは、役を作っていく上ですごく大事にしましたと10回。さらに、僕らは演じる際に、その役柄に愛されるかどうかというのが最後の鍵になるのですが、たまに役柄が振り向いてくれる時があって、撮影の最後の方はいつもか方さんが微笑んでくれてる感じがしていましたと、確かな手応えを明かしている。 そんな、まさに肘方と市蔵に、完全表意したと言っても過言ではない。岡田純一が見せる魂の熱演に、絶賛の声が続出。泥臭くも人間に溢れ、心をわしづかみにされるような歳臓像,像。肘方愛、肘方と市蔵子孫。これはただの時代劇ではなく、世界に誇れる JIDAIGEKI。腰の純子、時代の流れに一気一遊せず。 筋を通して生きた肘方としかっこよすぎです。原信、凄まじい戦闘シーンの熱量、緊張感、肘方としの眼差し、興奮で全身の毛穴が開いた。ロバート、山本博など、各界から興奮さめやらぬコメントが多数寄せられている。日本映菓子に残る、スペクタクルエンターテインメント超大作、映画、萌えよ剣は、10月15日、 金曜日全国公開、岡田純一がかつてないほどの熱演で見せる、肘方と三の勇姿に注目だ。映画、萌えよ剣10月15日、金曜日、全国ロードショー出演、岡田純一、柴崎子、鈴木亮平、山田涼介、小野ゆこん、山田宏樹、高尾鷹高尾鷹坂,坂東美子レジョ、安井純平、谷田っぽ、金田聡松下明平、村本大輔 村上虹次郎、安倍淳子、ジョナスブロケ、大城康政、坂野今木、山地和弘、酒向かおる、松角洋平、石田義男、お、淵上康史、渋川義彦、まぎ、三浦正樹、吉原照夫、森本慎太郎島正弘、江本明、市村正近、伊藤秀明配給、東方、アスニックエース、C2021、萌えよ県政策委員会、